はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、おとといか先おとといぐらいの動画からかな、全部ずっと連勝してて407位まで来たんで、このままちょっと2000まで、負けるまでやります。2000まで行ったらさすがにあれだけど、終わるけど、負けたらちょっとまたなんかいろいろあります、別の考えがこれあとハリー戦とか知らないポケモン出てくるんだけど、ヌオーもいるしさ、ヌオー可愛いね。エンテイを考えると、ドヒドを持ってくべき、バンギも見れる。で、なんだっけ、エスパータイプのやつ。あれがだるいから、あれにどうしよっかな。バンギかクレセで見る感じだと思うんだけど。クレセだとヌオーに毒もらうとめんどくさい。ハリーセンも毒があるとめんどくさいけど、ポリツにはクレセの方がいいからクレセかな。ドヒドクレセ。で、エイフィーが見れるから、まあ、アット1でハリー戦いじめたり、なんやかんやできるやつが欲しいね。サンダーかなー。まあ、ポリッツの PP も枯らせるけど。ドヒド、ザップドス、クレセでいいか。ブルル持ってく必要も別にないよね。バンギが、やばいとやばいけど、多分これ、受け回しのバンギだから、そんなに、リュウマイとかしてこないんじゃないかな。でも、エンティが攻めのまで入ってるからな。で、マジックミラーで毒ビシ返される分には全然困んないかな。裏が、2体とも浮いてるから。だからエイフィー絶対出てくるから、毒ビシが返されることよりも、エイフィーをネット焼けのチャンスが一回、ないっていうのがまずいか。来た、バンギラス。親友らしいです、この人の。親友らしいけど、弱歩バンギまだいんの？シーズン1の産物だぞ。自信が普通にある。はい、どうぞ。待った、ハチマキ違うね。しゃあないか。しゃあないけどさ、しゃあないけど、一発で救助当たんなくてもいいじゃん。さすがに。ちょね、負けるまでやろうと思ってて、負けて連勝ストップしたんだけど、ちょっと動画の、なんか尺と本数的に、もう一試合やっときたいんだよね。1、2、3、4、5、6。あれ？あ、いいんだ。そう、なんか、微妙にね、その、動画化するあれの問題で、ちょ、もう一戦やりたいから、勝つわ。決してね、ギャンブラーの負けた時に、残り全部を張って勝ちに行くっていう、感じではない。ねえ、待って、このタイミングでさ、このタイミングで自爆来んなよ、もう。ウラオス、どうすんの。ねえ、サンダーに熱風欲しいな、めちゃくちゃ。これどうしよっかな。ドヒドイで、まあまあ、エースマン考えるとでもドヒドってしか無理だから。ブルル行くか？ブルル行くか？ジバコイル見るために。ジバコイル見るためにカップブルルってバカげてるよな。10万に。まあ、ボルチェンで削られて裏出てきてみたいなことやる分にはいいか。ブルルで、ほどほどに頑張ろう。いやーでもポリーが無理になる？ポリーが無理になる話あるね。一点読みしていくか。これザプドソーシ、いやー、ドヒ、でもウロスにめちゃくちゃ強くなるから、ドヒドブルルって投げて、アット1で、やばいとこケアしよう。バーンバン、バンバンバンギラス。いや、クレセでいいな。ブルル、ドヒド、クレセ。で、初手で、ブルルで、何をそっかな。ちょ、インファで突っ込むか、ボルチェン一点読みして。最悪、世界最悪って感じだけど、やってること。いや、裏に3台いるんだったらそれでも通用するけどな。あ、ドラゴンから来た。はいはいはい。それはまだいいかもしんない。初手で絶対地箱来るもんだと思ってたけど。ちょ、ブルル鉢巻きにしてさ、ぶっ殺せるようにするか、一発で。インファ耐えるだろうと思って、鋼技打ってくる。ジバコイルを、インファで一撃で、この世のね、強弱関係を分からせに、行っ
ってやってもいいけど、あ、鉢巻きじゃないかな、受けに出てくるんだから。だからフィールドあるおかげでここがちょっと楽になってて、エラガミガミ。おっと、これ楽なやつじゃない？ダメージがほぼ70ぐらいだから、これネットでいいね。まあ、トーチカ読みで。あ、待って待って、毒虫、毒虫、待って待って、待って待って。いや、自爆出てくんだったら、ネットで焼けるんだったら全然いいけどね、毒虫しなくても。あ、そのまま突っ込んでくるんだったら、ネットで焼いときたいし。聞く。え、自爆、毒虫あんの忘れてた。お、刺さった。やった。これ投げてくるエースバーンってさ、思念しかなくない？これでも通ったのでかっ。フィールド張ったの誰だよ、マジで。エースマン回復してんじゃん。ふざけんなよ、もう、さあ。え、これ相手ドヒドヒで相当重いぞ。ここで自爆来ないってさ、いないでしょ。トーチカから入ろう。え、これ絶対エースマンでドヒドヒで崩そうとしてるから、そうだよね。思念しかないよね。ただ、かといってそれ一点読みでダイマして、一本取ったかのような気持ちになっても、全然意味ないから、リスクがでかすぎるから。しょうがないんだけど、トーチカ押すしか。で、これだとね、クレセ多分いらないんじゃないかな。ナックル。ナックルだったらこっちもダイマ切ったるか。オッケー、サイコパス。マジでこうね、大サイコの波動を感じるの、上手くなってきたからね、僕。前より。食らって、いや、次さすがにサイコ押すしかないでしょ、相手からすると。それ以外の手立てがあまりにも。オッケー、弾は、弾は限度がある。いつか終わりが来る。耐えるぞ。徳川家康になるからね、今から。耐えしのぐよ。クレセ引いて、2連敗はしたくない、本当に。この順位で。ね、悩むな、悩むな。サイコでいいじゃん。バンギーが全員通ってるよ。クレセ半減だけど。ちょ、クレセ、今だけ HP になって。オッケー、最高。オッケー。相手火力上がってないからさ。いや、ジェットは耐えねえな、さすがに。クレセ死んで、まずくなるのが、ポリちゃんと。いや、ポリちゃん身代わりないんだったら、割と押し切れると思ってるけど。海竜はやばいね。海竜は限りなくまずい。けど、ダイマな、受けれるのとさ、倒せるのは別だからね。ちょ、待って、ここジェットか、サイコなんだけど、安定的に行くんだったらダイマだね。ダイマ切るか。ジェット飛んできてる時がやばいからサイコしとくか。で、相手も大サイコなら、まあ、飛び跳ねるがクレセに通るんだけど、そんなことやってると余裕がなくなっていくはず。アーク、ある？いや、最後あってアークはさすがに入んないから、技スペ的にね、どう考えても。あー、はい。なんだかんだ一番嫌なの来たな。これこっちダイマックス切ったの完全に裏目になっちゃうけど。でもクレセ残ってるとポリちゃんにだいぶ強いから、オッケー、木の実食うのが完璧すぎる。ポリちゃんよりクレセの方が多分早いから、上から突きピカレンダで瞑想積みに行けるよね。オッケー。で、ドヒドヒで死んじゃうとノラゴンきついから、ここクレセで頑張って突っ込むしかないでしょ。ねえ、思念をしてきてもさすがに多分落ちるから、その HP だと。これ相手の方が苦しいだろう、どう考えても。まあ、ここで何に引けるかっていう話だけど、火炎ボール、はい。オッケー、でかい。でかい。あとは海竜がちょっと苦しいかな。ドヒドに切りあるとな、全然違うんだけど。ここで出てくるのノラゴンなら大丈夫じゃない？めちゃくちゃ。
サイコフィールドあと行ったんでしょ。ウォールから入るわ。あ、待って待って、瞑想でウォールしないと。月見かが一回減っちゃうね。ちょ、無駄にしちゃったね。あ、エラ神ならいいよ。サイコファングに引くと、ドヒド殺されるからやばいと思ってたんだけど。これは大丈夫で。オッケー、クルセ連れてきた。あれは生きてるね。バンギだと、ちょ、難しいとこあったからね。ドヒド引きで。で、エラ神ちゃん食らって、対面からだとさ、ブルルもまあまあいける話ないか。こいつ。エラ神ちゃん。強いけど、ブルルにまだ一回引けるのと、ラスト誰だ？カイリュウだったらネットで焼くしかないから、再生でいいよね。どっちみちみたいな。カイリュウ以外だったら勝ちだけど。ジバコイル、ここで来んのか。お前、最後まで残ってたか。いやー、でもこれね、ブルル残せばいけんじゃないかな。だから、ドヒドはでも死にたくないね。まあ、でも、統治下から入るけど。ねえ、こだわってるかどうかがわかんないのがやばいんだけど。相手も悩んでて。ラスか。で、アナライズ発動しないから、ここネットでいいよね。ボルチェンだ。いや、ネットでいいわ。こだわってんだったら引いてくるよ。オッケー、ラスカにネットで突っ込むんでかい。115入ってるけど。あ、115入ってない。115は残った HP だね。焼いてくんない？焼くと、焼かない。残飯やめろよ。残飯じゃない。前残飯いたんだよな。で、ラスターカノンがドヒドに、50、これこだわってんだろ。来た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 。こだわってるこだわってる、こいつ。こいつこだわってるぞ。裏一点読みで。そうだよね。オッケー、これはもらった、さすがに。こだわってんの見てからこっち、全部行動決めるからね。これだったらブルル捨ててもいいな。で、ね、ここはネットをした方がいいね。ヨナラゴンに突っ込まれてもそんなに痛くないけど。あ、突っ込んでくるんだ。だこいつ有限だから。そろそろ焼かないかな。ネット3回目だけど撃つの。焼かないね。まあ裏一体捨てる覚悟が必要か。こうなると。あ、突っ込んできる？やったやった。でかっ。ガチでかいじゃん、これ。オッケー。入る。ここ自爆投げ、まあまあ嫌だったけど。オッケーオッケー。さっきの負け取り戻すぞ、マジで。ハチマキじゃないと思うんだよな、明らかに。パワーが。こいつ削り切ればそれでいいから、統治下でいいな。まあ、失敗してもいい。これでダメージ半分になるから、オッケー。ちょ、この裏技覚えてからさ、なんかパチンコドラゴンとウオナラゴンに、なんか勝率が 0% だったのが 30% ぐらいになったからね。ウオナラゴンには、だいぶ負けなくなった。パチンコドラゴンはやっぱ無理があるけど。それでもね、なんか、やばい方にだいぶ抗えるようになったからね。オッケー、ここ引き。で、これならドヒドも引いて回復できるから。で、あいつ有限だから、ここで技見て裏引くか。ラスカで突っ張れないでしょ。ボルチェンか、10万だよね。それだったら、ブルル引いてブルちゃんで、インファでぶっ飛ばしに行くか。10万、はい。待って、メガネ10万どんぐらい入る？ブルちゃんに。メガネ、アナライズ。あー、そんなもんか。フィールド込みでいけんじゃね？いけ、ブルちゃん。で、しかも1回までなら麻痺に抗える。あー、はい。まあいいよ、それは。毒の方が削れていくから。ドヒドしかもこれ引けたのがでかいな、裏に。ヒットミント回復するからね。
これはもらったもらったもらった。いけるぞ。削れる、毒で。で、こいつも守るあるおかげで、マジでね、こいつ守るを入れたおかげでさ、めちゃくちゃ戦術できるようになったんだよな、急に。大魔切れたやつに役割持てんのが偉い。エラ神、オッケーだね。これでさ、こだわってる、こいつら、完全にシャットアウトできるけど。で、ドヒドがエラ神食らっても回復量の方がでかいし、なんなら、あとトーチが一生してるだけで、ウオナルゴンが死んでいくから、全然オッケーだけど。こういうのが楽しいわ。一番生きてる感じがするね。食らうけど、痛えな、マジで。めちゃくちゃ痛えな、こいつの攻撃。で、もう一回トーチ化をしていいでしょ。おし、ウオナルゴン削ってきた。ウオナルゴン倒せるね、もうちょっと。相手でもなくない？こっから。こっちがさ、トーチ化とブルルの守るで、ちゃんと技選んでる以上さ、全部安定コードだけだけど、こっから。なんかあるんかな？ダイマがないから、なんかびっくり状態起きないけど。なんかあるんですかね。降参してくれ、そろそろ。頼む。でもこういう時間僕楽しいから、長く楽しんでもいいよ。じっくり。これ相手コンビニ行っただろ。コンビニ行ったじゃん、これ絶対。動かなくなったもんだって、一切。まあまあいいよ。あと、8分ぐらい、じっとするよ、僕だって。勝ちたいしね。まあ、放置に限度が生まれたのはいいな。引くターンにさ、統治化失敗した時にさ、統治化もう一回できるようになるのがめちゃくちゃいいからね。もう一回統治化でいいね、これは。ちょ、この辺でカットするか。やばい、相手引いてきたんだけど。まだ生きてたわ。コンビニ行って帰ってきた？なんか買って。それでそろそろこいつ、放置してる読みで、こっちもコンビニ行った読み行動でしょ？それ。大丈夫だよ。もう一回トーチカ押すから。ちゃんと、てかトーチカ一番上にしてるからね、僕は。放置した時に押せるように。はい、10万。ねえ、これで次ラスカールとかないよね、さすがに。こだわってるって分かってるよね、僕。もう上からラスカ打たせてそうなダメージだったから、大丈夫だよ。いや、こだわってる動きだったもんね、明らかに。ラスカにドヒド投げてさ、10万打ってこなかったもんね、トーチカ押したけど、ちゃんと。これで隠してたらマジで天才なんだけど、さすがにそんなことはなくて、これでこだわってるのが分かったから、ヤドちゃんしとくか。ブルちゃんがいい働きしてるね、ガチで。10万で突っ張ってる？それは全然いいけど。そうだよ、こだわってるね、やっぱ。答え合わせには正解をして、ブル、ジバちゃんも回復してるけど。ブルちゃんが回復するのと同様に。いやーこれでさ、だるいタイミングで引いてくんのだるいなー。まあ毒で削れるからいいか。守ってジバちゃん削って、インファでぶちのめしに行くか。それか、もっかい、一回あれかな、ウッホしたら、ウッホしたら、10万耐えるとこまで。かな。インファを打つべきじゃないんじゃないかな。これは。迂闊に。で、ウオナルゴン引きには、ウッドホーンの方が刺さるから。ウッドホーン打った方がいいか。
インファで確実に殺せる圏内まで削ってからインファ行こう。オッケー、やっと勝った。取り返したわ。じゃ動画の尺のためにね、もう一戦やってよかったです。じゃあ、GG。チャンネル登録と高評価頼みます。お疲れ様です。